野田チャンネル。はい、どうも、あ、どうも、東京どうもありがとうございます。ということでね、またまたリスナーさんからいただきました。今回はね、お名前を出しても問題ないということで、ミーさんから、こちら、送っていただきました。ありがとうございます。ね、どうでしょうか。ちょっと大きいんですね。100センチって書いてあったから。なかなか、ねえ、何が入ってるんでしょうか。結構重ためです。どうでしょうかね。本当にね、もう、完全に福袋という感覚で、あまりね、中身の内容も本当に聞いていないので、ちょっとね、本当どんなものが入ってるかっていうね、着払いで送っていただきました。ありがとうございます。もしよかったら、皆さんもね、動画がね、本当ね、撮れるっていうのもちょっとありがたいことでね、嬉しいことでございます。ちょっとね、あ、なんかいつの間にかひっくり返っちゃったけど、まあいいか。ダーン来ました。ダーン来た。お、なんかすごく入ってない？これやばくない？なんか、こんなにいいの？マジで？あれ、なんか懐かしの名前も入ってたりとかもしますけれども。あれ、ちょっと、マジか、本当にありがたいです。ね、これちょっと見えてますけど、一応、開封してきますね。これはね、鬼滅の刃のね、一番くじのやつですね。これ、カードの、あ、これさ、なんか、おっきいね。これ、バインダー、これ、コレクション用の、あ、これ、コースターかなんかかな。大きさが、あるかな。今、ちょっと、目につくところにあれば。あ、これ、コースターあった。これ、ごめんなさい、これね、ちょ、店にあるやつ。あ、ちょうど入る、ほら、コースターファイルじゃないこれ。あ、これもね、ありがとうございます。なんか、使ってくださいって書いてあったんで、これも、じゃあそうなのかな。カードが入るサイズ。あ、収納袋な。あ、ありがたいです。これね、ほんとね、今、真面目にね、いつもね、開封動画撮ってる、場所では、カードが散らかってます。大変です。今ね、もうなんていうの、仕分けっていうんですか。仕分けとあとは、ネットに出すやつとかね。あー、この辺も、来ました。鬼滅の刃。ありがたい。鬼滅もですね、実はですね、やっぱりあれなんですよ。何 ?4 月から、まあ、この辺のね、キャラクターはもうちょっと残念ながら、もう、ね、もう、多分、回想シーンでしか出てこないですけど、あ、これツイステだね。これツイステだ。ちょっとこう、被ってきちゃうかな。あ、笑ってる。終わってたよ、か。ね、まあ、この辺、まだ、ね、無限城行くでしょ、多分。トゲ、犬巻トゲ。ね、呪術回戦も今ね、やってますか。あ、ね、忍さん、あ、アーニャだ。ねえ。なんか、アニメシリーズのものばっかりや、ほらね。あ、これ、この袋もね、ちゃんと使えますからね。荷物を送るときとかね、こういうね。やっぱね、わざわざ買ったりするのも大変なんで。あ、これもいいですね。遊郭編かな？ね、一番くじ。わー、これね、いいですね。ありがたいですね。あ、これ、俺も買いましたね。これね、コンプリートさせましたね。全部買うと、ね、揃うっていうね、ジュース買えたやつ、これ。ねえ、この辺も懐かしいですね、なんかね。もう、初めの頃ですもんね、これね。まあ、ちょっと、後でしまいます。あ、これも来てるよー、ジュースカフェ。あ、このちゃんと袋入ってる。あ、そっか、袋入ってる。同じやつ。ね、こういうことよくありますから。はい。俺も買っててね。ね、なんつうの、この作品が違うだけで、同じタイプっていうね。こういうのもね、ちょいちょい見かけますよね。やっぱり同じジャンプ作品で同じ作りのやつ。お、しかも柱。ね、こう続いてますから。ね、煉獄のようにはうまく、みたいなね、ありましたね、懐かしい。そして、青、黄色、赤。黄色、赤も4月から、ね。あ、これ開いてんのかな？開いてないのかな？あ、ん？あ、一回、このね、接着剤みたいな、このね、タイプってね、一回、開けて、綺麗に戻すと、あ、これ開いてないのかな？これね、綺麗に戻すとね、元に戻るんですよね。だ接着剤みたいだから、もう、なんていうの、ちゃんと、こう綺麗にね、また元に戻っちゃうっていう。紙に紙だからな。あ、つゆちゃんが入ってます。ね。はい。あ、ほんと、あ、ありがたい。あ、これちゃんと袋にも入れておいていただいて。もうね、ありがたいですね。こういうね、
今これね、まあ、お店の売り場お置いといたらもうこのままいけるじゃんみたいなね。ね、ありがたいですね。ですね、うちはね、売り値がついてないんですよ、基本的に。もう時間がね、なくてね、売り値がつけられないです。あの、機械もないし、もう。あの、処分しちゃったんですよ、全部。あ、チェーンソーマンだ。チェーンソーマン。あ、これもいいです。あ、トレー。ね、この辺も一番食いじゃね、結構ね。で、おっと、ジローさん。ジローさん、耳切れちゃってね。あ、そっか、僕はまだアニメでやってない。はい、あ、これいいね。あ、これ使いやすい。あ、これいいよ。こういうのね、俺ね、買おうかなといつも思うんだけど、でもね、もうね、多分量がね、要はね、何冊買ったらいいって話になっちゃうんですよ、こういうの。もういっぱいありすぎて。だから、買ったことはないんです、ね。あ、これ、ね、これ、あ、セブンティーン。セブンティーンのやつだ。っていうか、すごいね。めちゃくちゃいっぱい買ってんじゃん。一番くじとか好きなのかな？それとも、あれかな、俺と一緒で駿河屋さんの福袋を買ったりしてるのかな、どうなんでしょうかね。なんか、系統が似てるけど。どうですかこれは。ちょっと詳しくもね、詳しく話も聞いてないんですけども。ええー、ね、もう。これ何ツイステだね、シュッシュ。ね、はい。あ、これリゼロじゃない、ね、かわいいね、はい。これも何リゼロ、これ何これ、そう、わからん。あ、あれかなフェイトかなあ、ね、刀剣乱舞。すげえ、無差別ですね、刀剣乱舞も。これはこれ何ですかね、ハニーワックス。これ何だろう、ちょっとごめん、俺作品がわかんない。はい、あ、これバンドリだね。はい。すごいね、めちゃくちゃ買ってんじゃん。これはあ、これは刀剣乱舞だね。で、これは手にプリでしょ、これ。で、今、コロンコロンって言ったのはね、これですね。起き上がりかばし、クーナッツ。ね。東京リベンジャーズ。クーナッツですね。これ、これ何これ。これもバンドリっぽいな。ね。あ、これもそうかな？ね。これさっきやりました。ちょっとわかんない。ちょっと転がっちゃったね。はい。ちょっと、もう見えなくなってきちゃいますね。広げましょうか。はい。カード、上は、あ、ちょっと待って、これ。なんかリゼロ。リゼロだね。でかく書いてある。ウェハースのプリキュアカード。あ、そしてこれなんだ。刀剣乱舞。これ何これ。あ、これあれだ。初音ミクさんのお友達じゃない？リンレンさん。リンとレンさんがいて、どっちがっていうのはちょっといまいちわかんないけど。あ、なんとか、あ、絶対カレンチルドレンとかそういうやつ。あ、そうだよね。おぉ、いいっすね。これなんだろう。お邪魔女だ。お邪魔女。これセニプリですね。で、これがマジナルナンバー4。ほんと、駿河屋さんと一緒だな。そういうもんなのかな。みんな集め出すとこれ、これ5等分で離れますね。みんな一緒になっていくのかな。この刀剣乱舞ね。はい。あ、これ歌プリっすね。はい、これは何、これメタルってこうなんだね。これも五等分の花見かな。おっと、キラキラのアイカツのバッチ。これなんだろう、フェイト。ね。これ、リビド。A3 かな。アイドリッシュ7。ね。バッチ多いね。うん、嬉しいですね。はい。これも絶対カレンチルドかな。はい。これなんて言うんだろう。瞑想武士でいいのかな。ね、なんかこれ。なんか機械、体が機械で空飛んじゃったりとか。これあれですね、弱虫ペダル。あ、これも刀剣乱舞ですね。はい。おそ松さん。これはおそ松さん。テニプレ。これ何？あ、これも刀剣乱舞かな。ね。さあ、わざわざね、ちょっとまた袋に入れて、これも大事に持ってきましょう。お、なんだこれ、アクリルスタンドじゃない？お、実写の刀剣乱舞の人かな、これ。ね。はい。これは？あ、これフェイト？何これ？ YKTM。あ、そう、わかんねえや。はい。刀剣乱舞ね。はい。A3 かな、これね。あ、一応、あ、一応かもしれないな。テリプリ。ね。これ何？これ。あ、これも刀剣乱舞だね。顔の感じがちょっと違うから。
これ何これ、ごめんなさい、わかんないね、これもね。あ、これって、あ、リゼロこれ。何ちょっとごめんなさい、わからんね。あ、かぐや様はこくらせたいとか、そういうやつかな。あれの、あのキャラクターって目が赤いんですよね、確かね。これ歌っぷりですね。はい、あ、おう、と、け、クロコドバスケ。あ、これ、なんか、ねえ。ちょっとごめんなさい、わかんないんだけど。かわいらしいね。あいた、東京南部ね。おっと、チョコエッグのツイステ。ね。はい、お、この辺も、五等分の花火のね、イラストのやつね。おっと、出た。あ、この辺はありますね。はいはいはい、わかります。はい。鬼滅の刃のお皿が3枚。ね。ほんと、駿河屋さんの福袋と同じように、あえて入れてくれてんのかな、これ。ね。鬼滅、これ、なんかジュース、お茶を6本買うともらえるみたいな。タオル、手ぬぐいかな、そして鬼滅のタオル。あ、これ、スパイファミリーのタオル。ね、あ、お人形。ね。ジュース回線。これな、あ、東京リベンジャーズ。あ、これだ。これな、使ってくださいって言ってた。横入れのやつがあるのかな、それ書いてもらってるかな。ありがたいです、これも、ちゃんと。貸してもらおう。カードいっぱいあるんでね、今ね。お、配給。ね。珍しい。あんま見たことない、これ。あ、これカードのやつだ。ね。配給なの。これ買おうかなと思ってね。買ってないでしょ、結局。あ、ジュース回線。ね。鬼滅。こっちか。ね。東京リベンジャーズ。わおー、すげえ。こんなに。ほんと申し訳ないな。はい。あ、直った。あ、東京リベンジャーズアクリルの、じゃあ、あれか。ラバーだね。はい。これ東京、なんだっけ、五等分の花火ね。あ、なにこれ、すごい。なにこれ、なにこれ。これ、マーカーが入ってるけど。これにカードが入ってないのかな。これ宣伝のやつが入ってるのかな。あ、プレイマットかなんか入ってるのかな。ね。それは買ってくださいってことでしょ、これ。ね。チラシですよね。あ、ゆるキャン。ゆるキャングッズあんまないね。そういえば。駿河屋さんには出てこない。あ、この色紙もね。はい。で、もう一回、駿河屋さんの、あ、駿河屋さんじゃない。鬼滅の刃のお皿ね。はい。あ、これも。ね。これな、ブックボードだって。ブックボードって何？ちょっとよくわかんない。まあいいか。あった。大島優子さんの、これな、なんか重たいよ。あ、入ってないか。これ写真ホルダーですね。大島優子さん、高かったよ、これ、多分当時。出ないのか、もう当たりなんだから、もうほとんどね。当たりクラスですから。なかなか出ないんだけど、あ、これ、あ、これメダルポケットだって。あ、これあの、なんだっけ。あの、妖怪ウォッチかな。それとも仮面ライダーかな。なんかね、ゲームとかで使えるやつですよね。ちょっとまた、ね、広げましょうか。はい。さあ、こんなにいっぱいありがたいですね。あ、これあれだ、プラスチックの、あの、カードのやつ。五等分の花嫁。あ、上、下開いてるわ、下敷きみたいな。ね、こんな感じで。かわいらしい。うん。あ、4枚しか入ってない。おっと、惜しい惜しい惜しいですね。はい。あ、こっちに入ってるのかな、ひょっとして。こっち2枚。揃ってない。あ、惜しい以外はいっか。推し以外はあげようって思ったのかな。ありがたいですね。これはいいことです。ありがとうございます。ね。お、これなんだ。あ、これあの、カバンとかつけるやつかな、なんとかっていう。あ、そう、ラケッチキーホルダーだった。お、ヒロアカです。で、ヒロアカ、おう、ヒロアカ4月からさ、始まるから。あ、これでも開いてないのかもしれない。未開封かもしれないね。もう、それならそうやってもう未開封のまま行っといた方がいいかもしれないね。あ、さっきの人形。ね。なんか、パン屋さんのやつみたいになってるけど。はい、ありがたいです。はい、お、五等分の花嫁だ。かわいいね、これね。キーホルダー。お、タイニータン。タイニータン。あ、これプライズだ。UFO キャッチャーで撮るやつ。あ、しかも開いてない。開いてない。撮れたんだ。すげえ。今、ほんと撮れないからね。あ、テレビとかでさ、なんかすごい撮るテレビとかあるけどさ、撮れなくない？あんなに。テレビ用のさ、かわいい。ね。覗いております、ここから。隙間から覗いてます。はい。やべえやつがいるぞ、東京リベンジャーズ。新品ってシール貼ってます。ありがたいですね。おっと、これなんだ。これ何？これ、東京リベンジャーズ、これ本？あ、
ノート。ノートですね、これね。これ何？あ、ロンドン。あ、これがブックマーク。あ、これあれだ。あ、この、軽音です。そう、生でも。おう、懐かしいね。懐かしいね。ももクロちゃんの5人いるときに。これもノートかな？軽音のね。はい。これ何ですか？あら！やばい！これいいね。あ、これで、こういうのはね、ちょっとね、笑わし部門だよね、多分ね、これね。へぇー、面白い。あ、これはいいかもしれない。これ付録？あ、いいのかな、買って見せて。いいか。水着シャットだね。いらん。まあ、いいか。なんでもないっす。いやー、これはね、ほんと、嬉しい。あのね、こういうのね、実はね、あ、そう。これね、あんまり本屋さんに売ってなかったです。で、ぶっちゃけ買う人少なかったりするんだよね、これね。そうそうそう。親ってさ、こういうんじゃなくて、どうせ買う、動物図鑑買うならちゃんとしたやつ買いなさい、みたいな。そうそう、ノリで買う、そう。ね。っていうことよ。ちゃんとしたやつを買いなさい。どうせ買うのだってこれ結構するでしょ、これ多分。あ、1000円ぐらいするよ。だから、ちゃんと、じゃ買ったけどちゃんとしたじゃないですか。これはもういいから、つってね。そうそうそう。これ面白いけどな。面白いんだけど、本当に買うとしたら、なんか普通の買っちゃうから。この辺ね、逆に、こんな人がいたんだってなった時ですよ、これは。若いもんね、まだね、顔が。めちゃくちゃ若いもんね。はい、ということでありがとうございます。まあね、お母さんですからね、今ね。結婚して。誰が入ってんだろう。気になりますね、アクリルチャート。メッセージ。あ、これあれだ。あれじゃない？お顔が書いてないかったりするやつだよ、これ。アクチャームって、そうじゃない？あ、なんか落ちた。あ、違う。ごめんなさい、勘違いです。誰だろう？あんた誰？ちょっとわかんないけど。はい。これね、あ、よかったよかった。あ、メッセージチャームってこっちか。メッセージが書いたのね。うん。ややこしいな。でもね、あ、おっきいのも入ってるの、これ。あ、これおパンチュってやつね。ちっちゃい子にね、今人気なんですよ、これ。あ、この辺もね、駿河屋さんの福袋で、ね、出てくるとがっかりするけど、なんかこうやっていただけるんだったら、これもうありがたいです。ね、東京リベンジャーズ。ね。ね、しかもほら、マイキーがいっぱい。ね、マイキーいっぱいですよ。あ、これもさっきの、あ、ファイルね。うん。ファイルね、実はね、セリアで売ってんだ。100均ですよ。これね、高いんですよ、実は。本当。昔って100均で売られる前なんか高かったのから、本当に。あ、この辺もポスターかな、クリアポスター。ね。鬼滅の刃。だからいつもの感じだけどね、イラストが。ね。はい。あ、そう、ゴートーブの花芽。ね。あ、光の反射映ってなかったかな。はい、ということで、ね。クリアポスター。あ、お人形ね。お人形です。あ、すごい。タイニータンよく撮ってるな。すげえな。やっぱ推しの人とかいたのかなこれ。ねえ。どうなんでしょう。たまたま撮れた。いいね。この辺じゃねえ。もうね、UFO キャッチャーなかなか撮れねえっす。あ、マルチクロス、ゴトブの花嫁ね。うん。かわいい。これなんだろう、これ。あ、ウマ娘ですね。ウマ娘。はい。カンカン。音がしない。名前入ってね、中身は自分で入れてくださいっていうね、五条さんのやつです。いいね、ありがたいですね。さあ、ごなんか、あ、これはあれだ。ね、熟女。熟女じゃない。呪術廻戦。そしてスパイファミリーですね。さあ、これなんだっけ、なんか見たこと、あ、これも鬼滅ですね。ごめんなさい、斜め。ちょっとね。ありがたいこといっぱいありすぎてね、箱が遠くに行っちゃって取りづらくなっちゃう。これ何入れんのかな？ガム。ガム入れかな？これ何入れ、お、なんかシールも入ってる。ねえ。ガムとか入れるの？何でしょうか？お、ジュース回線、フシグラさん。あ、こっちもフシグラさん、ペン。あ、何これ？箱開いてるね。鬼滅、これね、携帯と、イヤホンのね、ケーブルに入れたいです。ね。今はなんだっけ。俺は使ってないんだけど、ね、なんか、コードレスのイヤホンでしょ？俺は全部コードついてますけど。
かわいい、これほらお菓子みたいなね、呪術廻戦。はい、あ、これももうでもこの辺はたくさん入ってるのでざっと紹介してもいいぐらいですね。はい、もうゲトーさんね。はい、あ、すごいねこれね。はい、はい、どうですか。はい、いかがですかこれ。はい、お、落ちたね、呪術廻戦グッズ、この辺ちょっともうね、ちょっと繰り返しで出すのもあれなんで、もうざっとこの辺はもう全部呪術廻戦ですね。ね、まだ死滅回遊編はまだアニメで、ね、やりますから、制作決定中だし、うん、でね、今ねお話を、おお、美和ちゃん、美和ちゃんはね全部使っちゃいました、縛りを設けて、まあいいかね、いろいろありまして、はい、ね、この辺もいいですね、ありがたいです、呪術廻戦ね。はい、いや、こんなにいっぱいあると嬉しいですね。いや、ありがたいです。いや、あ、ミワちゃん光ってるね、呪術廻戦。あ、野原さんね、野原さんどうなってんのかな、出てこないのかな、もうね、うん、あ、これも可愛い、ポンポンプリン、これも使わせてもらおうね。はい、またしまうときに、はい、この辺ね、呪術廻戦、パンダ、お、パンダね、はい、マヒトさん、はい、ね、あ、これガチャガチャのタイプなんですかな、ね、あ、違うか、うん、ガチャガチャなんですか、はい、そしてこちらも呪術廻戦ですね、はい、あ、お人形は違うかもしれない、なんか違う人っぽい、あの呪術廻戦で髪の毛黄色い人出てこないから、ね、あれ出てきたかな、あ、まだ出てきてないから。これ、あれじゃん。これね、あの、人がいないんですけど、これは、人がいなくていいんです。これね、あの、グッズコレクションみたいな。ね。ワンピースのやつです。キャラクターの。本人不在の、あ、あー、俺ね、こういうのいいですね。こういうのは可愛い。ですね。こういうのはですね、実はですね、こういう感じでね。はい。お店ね、こう飾れるんですよ、もうすぐ。ね。可愛いですね。あ、ここに、ここに置いたのこれ。どこに置いたか分かんなくなっちゃいました。はい。画面で見るとなかなかね、ちょっとどこ行ったかなっていう、わかんなくなっちゃったりするんですけど、はい。さあ、ちょっと引きますか、ね。ここ置くと本当にこっちに置いちゃうから、これは見ました、ね。東京リベンジャーズ。ほら、これもかわいい。こうね、体がフリフリ揺れちゃうんですよ、これね。かわいらしい。はい。ね、東京リベンジャーズ。あ、リベンジャーズ多いですね。あ、さっきのあれだ。クーナッツ。ね。起き上がりこぶし。おー、これもいいね。あのね、主人公がなんか人気ねえんだよね。東京リベンジャーズ。これワンピースね。人気がないっていうか、うん。あの、あ、これあれだ。あの、ワンピースなんです。すごいね。人気がないっていうか、あの、マイキーくんとか、あの、脇役がすごい、作品としてはやっぱ素晴らしいんですけどね。そういうところね。脇役のキャラクターたちの魅力が高すぎて、これ D0 かな。ね、はい。そうなんですよ。こういうね、人たち。ね。ちょっと俺、あんまり見てないんでわかんないんですけど、そう。脇役のキャラクターが魅力っつうのはね、やっぱりね。ここ飛ぶのはね、やっぱ人気の秘訣ですからね。はい。あ、この東京リベンジャーズだ。はい。これはカードだね。あ、シールコレクションだって。あ、シールか。お、あー、はいはいはい。なかなかパッケージ見ないんですよね。駿河屋さんの福袋ってこの、こればっかり入ってるから、これ。ね、これがカードと束ねてあって入ってるっていうね。はい、ということで、表面がキラキラしてる。ですね、シールね。さあ、これ入れとく。ぐちゃぐちゃになっちゃうから。ちょっと、後でいいや。はい。さあ、この袋も可愛いですね。ポンポンプリンですね。はい。さあ、あ、ワンピースですね。ブルック。これ、ヒロアカじゃない？ね。はい。あ、これ、鬼滅ですね。はい。柱二人。はい。東京リベンジャーズ。あ、これもリベンジャーズかな。はい、はい、リベンジャーズ。はい。だよね、これね。はい。さあ、そうなってくると、こちらでおしまいでございます。最後ですね。はい。いや、すごくね、なんか、駿河福袋がね、最近ね、ちょっと、今2500円とかで、あの、北海道方面からやってくるやつって、ちょっと今、っていう感じで、
ちょっともうちょい待とうかなっていう感じですね。すごいな、この量。申し訳ない。こんなにいただ、ねえ、いただいちゃったよ。さあ。これちょっと今ね、開けてますからね。あんまり近くでね、言うとね、ガサガサがね、うるさいくなっちゃうんですよ。ああー、これ俺一回も買わなかった。パッケージすら見たことないの、これ。チェーンソーマンのやつでしょ、これ。うん。ウェハースかなんかだね、これね。うん、買ったことないんだよ、これね。チェーンソーマンね、やっぱね、ちっちゃい子ね、うん、説明するの大変なんだよ、お父さん、親もね。これは、あれだ、鬼滅ですね。あ、これシールのやつかな、カード出すみたいなやつ。そうだね、ほら、やっぱカード出すって書いてあるよね。これね、あ、でも一回200円するんだ、これ。これ細かいステッカーが。ね、ちっちゃいのと。ね、入っております。ちょっとこれもね、やっちゃうとね、バッシャーなっちゃうんで。あ、かわいい、なにこれ、カービィ。あ、これもカービィだ。ほら。やべ、ちゃんと袋入ってる。へぇ、限定コレクションステッカーだって。これ筋肉マンみたいになってる、ほら。静岡県なんとかさんの作品。出たー、金消しと同じタイプ。これ出てこないんだけど、こういうね、なんとかくんの作品のシール。これ、付録かなんかなのかな、コロコロっぽいよね。あ、これ呪術廻戦のカード。ね。はい。あ、これ光ってる。あ、ウェハースですか、これ。はい。あ、これもウェハースですね、鬼滅のね。うん。おー、すごい。はい、これさっきのやつだな。これもウェハースだね、呪術廻戦。ね。で、あ、これ、ナナミは、これあれじゃない、プッチョかなんかかな、なんかお菓子かなんかだよね。あ、これもちゃんと袋に入ってて、ありがたいですね、これね。これウェハースでしょ、これもそうですね。マイサー。ね。はい。で、鬼滅。この辺もカードですね。あ、クリアカード。ね。はい。ね。呪術廻戦です、これ。で、東京リベンジャーズ。ね。で、鬼滅の刃。ね、ジュース解説と鬼滅の刃。あ、これどれから行こう、スパイファミリーから行こうかな。シール。ね。シール、細かいシールが、これなくなっちゃうな。これも大カット。これシールがこうやって入ってる、細かいのとかね、こう入ってるんですよ。これなくなっちゃうのよ、ね、ボロンって出て。これもね、あら、すごい、これ。あ、メタリックカードコレクションだ。あ、これね、あ、2枚入ってる。かわいい。あ、ありがとう。あ、ね、だん、あ、ちょっと面白いパートのカード。ね、はい。おっと、目につけてます。はい。まあ、こんな感じで、ミーさんにこんなにいただいちゃいました。ね、着払いの送料以上にっていう、なんか、いただいてたんですけども、ありがたいですね。あら、もうほんと。いやー、これはすごい。こんなに。申し訳ねえです。やっぱこれかな。大島優子さんのこの、ね、もう今はない。死んじゃったんじゃないんだけど、今はもうないですからね、やっぱね。女優さんだからこういうね、ないよね。こういうポーズ、格好もしないでしょ、多分。あ、役来るかな。年齢的なもんもあるしね。あとやっぱ珍獣ハンター妹ですね。これはすごい。やっぱこれはお宝ですね。ある意味、本当に。うん。ね。ありがとうございます。ということで、ミサセね、もう、送っていただいたにもかかわらず、全部この動画で見せるっていうね。この感じ、ね。OK していただいたんで、ありがとうございます。もし、他の方、もし、どうしようかなって、もう、ちょっといいんだけどっていうのがありました。送って、着ぐらいで送っていただければね、これ開封動画をちょっと撮らさせていただこうかなって、思っております。ね、本当に。さあ、こんな感じで、ね、ちょっとあんまり、こう、うわーって広げると、ちょっとカードとかシールが折れたりするのもちょっと、良くないので、ね、自分で価値を下げるってことは良くないので、ちょっとあんまりこう、うわーってやれないですけども、はい、こんな感じで、ね、駿河屋の福袋で最近だとこれぐらい入ってたら多分2箱分ぐらいはあるんじゃないかなって気がします。だ2箱だともう5000円ぐらいね、駿河屋さんの福袋買ったとしたらね、っていう感じがしますよ。なんか本当申し訳ないです。ありがとうございました、ミーさん。まあ、これに懲りずまた何かあれば申し訳ないですね。ちょっとあんまり甘えすぎても良くないですから、本当にね。まあ、こんな感じで。
撮らさせていただきましたね。なんかお宝もあり、ね、嬉しい限りでございますということで、またね、動画は毎日撮ってますんで、ね、他の動画もチェックしてみてください。ではみーさんありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。うまくない。俺は100円ライター、あいつじゃないと。ライターライターオーマイライター、ライターライター100円ライター。